伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日はモンストいってみましょう。モンストポチッと。はい、本日こちらモンダマガチャでございます。まあ私いつも通りねレベル3でございます。まあレベル3ですけどもね、まあ、レベル3だと今今回ルシファーが対象ね、レベル4だとランスロット X、 こちらが配置対象というかと。でまあレベル5だとね、カグツチ配置対象ということでございますけどもね、まあはっきり言ってまあレベル5まで食べてもね出るとは限らないね。まあレベル3でルシファーが出ればこれは本当にラッキーなね、状況でございます。まあ、あとはまあ持ってない星棒キャラ、こちらができても欲しいところでございます。一体ね今回どんなキャラが出るかちょっと見ていきたいと思います。はい、今回このモンダマガチャでございますけれども、11月28日までございますけれども、まあ現在このレベル3です私で、今回このルシファーね、まあルシファー今回私今1体持ってますんで、まあ2体目、欲しいところでございます。まあいろいろあるけどね、まあ今回こんな感じでございます。今回ぜひともねないキャラ、それからルシファーね、この辺引いてみましょう。マジで俺の1ヶ月ね、あんまり勝ちなかったけど、マジでルシファー本当によろしくお願いします。行ってみましょう。頼むぞー、ガチャルよろしいですか。はい、行ってみよう。確定とか来ないパターンか。これでも目がパターンってなればあれでもな、行ってみよう。頼むぞー、ストライクショット。普通もありかとりあえずないキャラ頼む、来い。あれ、これはお初ですよ私この書き方。ペルセポネちゃんですね。今回ペルセポネちゃんゲットです。はい、ということで本日こちら、ペルセポネちゃんゲットでございましたけどもね、今回ね、まあ持ってなかったキャラとりあえずゲットできたんで、今回は良かったなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますということで、伊達ちんチャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。